はい、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。今回も始まりました吉村農業に来て、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日の撮影ですね、10月の今日はですね、23日こちら水曜日に撮影しているんですけど、ちょっとですね、今回ねテーマのお話しする前にちょっとだけお話しさせていただきますと、昨日の10月の22日の夜からですね、今朝方、お昼ぐらいまでにかけてですね、吉村農園のインスタグラムのアカウントの方が不正ログインがありまして、ちょっとね私たちの意図とはしないストーリーズ、詐欺みたいなね、ストーリーズが何回も何回も上がってしまって、もういろんな方にちょっとご迷惑とご心配をおかけしました。これ見てる方もね、ちょっといつもと違うような感じで投稿してるなってちょっと分かった方と思います。本当ね、今後このようなことがないように、今は一応吉村のアカウントの方はしっかりとね万全の対策をしてね、その不正ログインができないように対策をした状況で、運営の方はしておりますので、こういうことがないように今後気をつけていきますので、大変本当に申し訳ございませんでしたってところでですね、で今日の動画のテーマの内容なら、今日はですねこちらですね、1割専用ハウスの方に来ても、今回は3分割方式の、事前準備と、こんな道具使いますよというところのね、肝のところのご紹介動画になりますので、ぜひぜひご覧ください。では早速行ってみよう。はい、では本日なんですが、こちらですね、いちご狩り専用ハウスの方に来ているんですけど、今回はですね、3分割方式の、どのようにしたらこの3分割のこの事前準備のところのご紹介ですね、よろしくお願いします。はい、こんにちは。マルチ作業が大体始まってると思います。うちあたりもね、もう3日ぐらいやってるんですけど、その中でなんですけど、これがベッドですね、これ。これがイチゴの土耕に関してはベッドなんで、道具はこれなんです。今一つずつ説明していきたいと思うんですけど、こういうふうに、かまぼこ型になってますから、かまぼこ型、ピラミッド型っていうんですか。大体ね、ベッドの、ほら、寸法が出てると、普通、畝のね、イチゴが植わってるとこが約35から40ぐらいですね。それに関して、これを1枚。あと、両端に1枚1枚になってるわけなんです。で、ここで、ホチキスで留めてる。こちらのビニールと、こちらの上のビニールと、横のビニール。だから3分割ですね。それのマルチはこれ。黒マルチですね、これ。これが3つになってます。ちょうどこれがここ。ね。で、あとは両サイド、こちら側とこちら側。ちょっと長いんですけど、下に行った方が草が吐かないっちんですか？歩くとこも綺麗なんで、うちあたりはわざわざ長めにしています。そのような、このね、マルチのね、使い、こういうふうに3分割の仕方から説明するとなると、これで切ればいいんですよ、反対に。ノコギリでこれを切ると、いいんですけど、印するときはね、だいたいこの畝の、10センチくらい余計目に長くしないと、こちらとこちらを挟んで止めるから、ほら、こういうふうに。はい、大丈夫です。だから、余計目にね、遊びを持つっていうことで、うちあたりはこれ50にしてるの。50センチ。こういうふうにね。はい、大丈夫です。これがここに来て、両端で、止めるっていう感じですね。で、これで切ればいいんですけど、中心から25で切ればいいんですけど、これね、このマルチをね、全部ノコギリで切るのは大変だから、内あたりは一度これでね、穴を開けちゃうの。こう全部上がるところを1センチぐらい進むところ全部こう穴開けてね、こうその穴開けてやった方がね、10秒ぐらいで切る。10秒はないかな。2、3分で切れちゃうから。これね、まともに切ったんじゃねえ。疲れる。んで、その穴を開けるときとか切るときはこの水をつける。じゃないと、ポリマルチチな薄いからこれ。熱を持つとくっつかっちゃうのよ。こういうふうに。だから、内あたりはここのところにこんな細かく穴開けたっていうとこ。だからもう、切る、くつがってるところがないから、ノコギリでずーっとやっていくだけで楽に切れちゃうって、これは、これがない人は、鉄のやつね、鉄のやつがない方は、ノコギリで、ゆっくり水をかけながら切るっていうのがポイントですね。あと使うものは、あとこれ。
マックスっていうのがね、結構長めのやつが入るんで、これがね、楽ですね。これ。これを一人3個ぐらい積もってれば、だいたい、行っちゃいますね。で、ポイントはね、これも針なんですけど、あと、パートさんらはね、これを使ってます。この機械。バイクってやつなんですけど、そうすると、こういうふうに、ここに、もうバラして入れとく。こういうふうに。あと、手中汚れるから、ここに、こういうふうに。これは私が言ったんじゃなくて、パートさんらが自由にやって、座って止められるから、楽です。その前に私はね、これを先引いて、横を引いて、2メーターぐらいところを仮止めをしておくんです。もう前もってずーっと。で、止める方はずーっと止めるやつなんで、だいたいね、仮止めでずっと止まってるとね、1日ね、50メーターハウスで言えば10トンぐらいできたんです。5人ぐらいで止めてるだけなんで、1日だいたい打ち当たりは5、6時間なんですけど、だから作業効率もいいし、花芽なんかも追っかかないっていうことなんで、とても便利でスムーズにいくから、これはおすすめ作業ですね。はい。はい、わかりました。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。はい、ですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、3分割方式のですね、やり方についてのご紹介動画になりまして、いかがだったでしょうか。まあ、一つね、今回の動画と、その前回の動画とセットで見ていただくと非常にわかりやすいんじゃないかなというところで、一応ね、今回のポイントをもう一つ、もう一回でお話しさせていただきますと、このマルチを切るっていうのが一つのポイントになります。事前にこう3分割に切って、それを一つの畝に貼り合わせていくってイメージです。で、そのマルチを切るときに普通にこのノコギリで切っても切れるんです。そうすると大変なんで、もう電動ドリルでバーッとこう穴を開けていただいて、その穴を開けたところを切っていくと非常にね、スムーズに切れるかなと思います。あとこの作業非常にね、ホチキで止めていくだけなんで、割と作業自体は早いです。で、その中で事前準備ってところで地走りする人たちがいかになるべく早めにこうマルチをね、仮止めできるかがポイントになりますので、そういったところもですね、作業の一環としてはポイントになりますので、ぜひ参考にさせていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。あとですね、今年の目標としてチャンネル登録1万人目指しておりますので、ぜひチャンネル登録などもよろしくお願いいたします。ではですね、次回まで動画撮ってきます。ぜひご覧くださいと思います。これが農業です。こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、昨日はね、四国の香川県の方から、農業をやってる若い女性、30代だから20代年聞かなかったんで分かんないんですけど、2名の方が隣の芳賀町の農園の方ですね、まあ名前は控えておいて、その人の紹介とともにうちを見に来るっていう風な感じで、泊まりがけでね、来たっていうことで、私は10分ぐらい会って話をしたんですけど、せがれの方は1時間半ぐらいかな、だいぶお話しして、今後の農業とかうちの経営はこういうふうにやってるんで、何か参考にできることがあればいいかなと思って、四国の香川県ですから、ほとんど高節栽培ですね、やって栃木で、うちのイチゴを見た時、土耕っちので初めて土耕っていうイチゴを見たっていうことで、収納して2年、まだまだやる気満々と、これは農園の名前は言っていいのかな、どうぞ。未来ちゃんとかって言ってたら、未来だよ。そこはまあクエスチョンで、まあそのように、女性が2人して起業して、パートさんなんかを10人だが使ってるって言ってたんで、それをローテーションで回しながら約 20R のコース栽培をしてるっていうことで、栃木もいちごでは日本一かもしれないんです。他県でもいろいろ勉強して若い方がチャレンジしてるっていうことで、農業の未来はね、とても開けてると思います。
新規就農なんかの人もそうですね。やっぱり何かをやってみる、踏み出すっていうのはなかなかね、お金もかかるし、いろいろ大変かもしれないんですけど、いろんな方と会って、その中で答えを出していく。で、助けてくれたり、いいアドバイスしてくれる人はたくさんいますから、一人で悩まない。やっぱり四国からここまで来るのにもだいぶお金を飛行機で来た、成田に来て、成田からレンタカーだが、やっぱりで益子町の方に泊まって、今日帰るっていうのかな、昨日来たんですけど、そのようにやっぱりね、いろんな農家を見るっていうのも一つでも、昨日来た方はもう2年やってるから、あ、それどころではないとは思うんですけど、真剣に取り組んでるっていうことで、顔見て大体分かったんですけど、悩み事もそうはないみたいなんで、うまくいってるんでしょう。今後にご期待っていうことと、だいぶ香川県の方では取り上げてもらって、県がね応援してるってことで、で出身地はどこかって聞いたらば、広島と京都って言ってたんで、ああすごいなと思って、広島と京都の人が言ってるってことは、益子だってこれね、やっぱりそういうことができるんじゃないかなと思ってね、うちあたりにもそういう、なんていうんですかね、一緒にやる方が来てくれると嬉しいと思います。そんなとこです。はいですね、次回の動画の予告になります。次回の動画なんですが、10月の25日ですね、金曜日配信になります。内容としてなんですがね、マルチ作業も、まあ、いよいよ、まあ、終わりが近づいてきますので、まあ、マルチ後の苗はどんな風になったのかってところをね、ご紹介動画一本撮っていこうかなと思いますんで、ぜひ次回の動画もよろしくお願いいたします。